春っていいよね。劇場の花壇にも綺麗なお花がたくさん咲いて、心までポカポカしちゃうな。そういえば、あのピンク色のお花、なんていう花なのかな。かわいい花だけど。いけない、今日は社長さんから伝言があるんだった。プロデューサーさん、まだかな。あ、噂をすれば。プロデューサーさん、お疲れ様です。本当にそうですよね。花壇のお花も綺麗に咲きましたし。それが私も知らなくて、今度ひなたちゃんに聞いてみようかなって。あ、また忘れちゃうところでした。あの、社長さんがお呼びなんです。事務所に寄ってみてください。はい、プロデューサーさん、いってらっしゃい。おはよう、君。うん、相変わらず元気そうだね。あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。あ、気づいてくださったんですね。あれは去年、ひなたちゃんと一緒に植えたんです。綺麗に咲いたので、プランターに少し植え替えてもらってきたんです。プリムラっていう名前の花なんです。花言葉はそんな、もうプロデューサーさんったら。春の陽気に当てられて、おとなしくんもさらに陽気になっているようだね。今日は君にそんな春のポカポカ陽気みたいな話があるのだよ。君が出してくれた次回の天体公演の企画書、じっくり読ませてもらった。うん、やはりいいね。実はこの公演にぴったりだと思う曲が私の手元に届いてね。聞いてくれるかな。そうだろう。君の企画書を読んで私もピーンときたんだよ。メンバーはスバルちゃんと静香ちゃん、それにゆり子ちゃんでしたっけ。きっと喜ぶと思いますよ。うん、それじゃあ君、今回も頑張ってくれたまえ。期待しているよ。あ、プロデューサーだ。お
疲れ。プロデューサーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。プロデューサー、話って何ですか？だけで。もちろんやります。やらせてください。みんなもそれでいい？ああ、そっか、ついに俺たちの番か。天体公園ってなんかかっこいいよな。スバルさんもそう思いますか？天体公園には私も特別な物語を感じているんです。とっても可愛くて切なくて。この曲のテーマって恋？そうですよね。恋か。スバル、どうかしたの？だってな、みんなは恋ってしたことある？恋って恋ですよね。それはないですね。私もないけど、真剣にアイドルをしていたら恋なんてしてる暇もないし。俺もないんだよな。普通みんなするもんなのかな。でも確かに恋のことを何も知らないのにこの曲を歌い上げることができるんでしょうか？私もそんな表面だけで歌うのは嫌です。第一、曲にもお客さんにも失礼だと思います。でもユリコは本とかでいろいろ知ってるんじゃないのか？いえ、スバルさん、私のは本だけの知識ですから。本物の恋を知っているかというと。ダメだ、やっぱよくわかんない。なあ、静か、ゆり子、俺たちどうすればいいかな？そうですね、この場合はやっぱり恋の研究をするべきじゃないかと。恋の研究で何すんの？わからないから研究するの。だってそれしかないじゃない。そういうことです、プロデューサー。恋の研究。わかりました。早速資料になりそうな本を探さないと。スケット選手みたいでかっこいいじゃん。俺気に入ったよ。スバル、今プロデューサーがウィルゴは乙女座って意味だって。乙女座、乙女。ちょっと照れちゃいますけど、いいと思います。そうですね、乙女座の名前に負けないステージにしなきゃ。そのためにも
恋の研究だよな。みんな頑張ろうな。よし、しまっていこう。おお。それじゃあ、ゴホン、みんな、恋について調べてきましたね。早速、話し合いましょう。私は学校の友達に恋について聞いてきたの。その子は野球部の先輩に片思いしてるらしくて。野球部？すっげえ面白そう。それでそれで、どうだったんだ？彼女はいつもグラウンドで玉拾いをしているその先輩のことをフェンス越しに眺めてるって。玉拾い超大事だからな。でもそれのどこが恋なんだ？さあ、よくわからないけど、汗だくになりながら一生懸命な姿にときめいたって話で。運動して汗いっぱいかくのは気持ちいいけど、見てるだけでもそうなるのかな。でもきっとそのお友達にとってはその先輩の汗が特別に見えるんだと思います。特別な汗か。いまいちわかんないな。そういうゆり子は何を調べてきたんだ？私はやっぱり本が参考になるかなと思って。最近海外のスパイ小説を読んでいるんですけど、主人公のスパイがとってもダンディーなんです。スパイってかっこいいよな。俺もそう思う。ダンディーですか。渋い、大人っぽい魅力ってことかな。敵に追われたスパイはやっとの思いで国境にたどり着くんです。そこを銃で撃たれて、あんなに頑張ったのに報われないなんて、私もう涙が止まらなくて。これって恋ですか？じゃあ、私のこの気持ちは何なんですか？ガーン！やっぱり本の中と現実の恋とは違うんですね。難しいな。実を言うと、どうやって調べていいかも全然わかんなくて。だから一生懸命恋がなんだか考えようとしたんだけど、何言ってんだよプロデューサー。そんなのはずすぎて無理だって。プロデューサー、ちょっといいですか？みんなは休憩中？お疲れ様。さよこ、助けてくれよ。これ千本ノックよりつらいよ。どうしたのスバルちゃん。千本ノックって特訓か何か？なるほど、恋。わかりました。みんな、
私に任せて。さよこさん、まさか恋をしたことがあるんですか？ううん、ないよ。え？じゃあどうして？私も恋はよくわからないけど、気合を入れて想像すれば感じ取れるんじゃないかなって。だからまずは好きの気持ちを言葉に込めて、恋の千本ノックなんてどうかな。おー、いいじゃん。それやってみようよ。やっぱ特訓といえば千本ノックだよな。好きって千回言うんだからね。さあみんな、好きっていう言葉に気持ちを込めて。好き、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 好き。みんな1000回言えたね。どう？恋心ちょっと分かってきたんじゃないかな。ゆり子どうだった？私はちょっとよく分からなかったかも。運動が苦手なせいかな。でも俺もよく分かんなかったぜ。運動が得意とか関係ないかも。大丈夫、これはまだ序の口。好き好きマラソンにラブベンチプレス、恋愛大回転もやってみよう。まだやるんですか？じゃあまずは恋愛大回転のお手本を見せるね。ラブ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 。すみません、プロデューサー、ちょっと足がふらついちゃって。ありがとうございますプロデューサー。なんだか私、どうしてだろう。プロデューサーに助けられてなんだかドキドキしてきたような。あ、静香ちゃん、これだよ。これがきっと、これがそうなのね。これってなんだ。でもなんかドキドキする。あ、私行かなくちゃ。プロデューサー失礼します。もうプロデューサーさん、ダメですよ。今のさよこさんの表情見てなかったんですか？あれがきっと恋なんですね。私たち恋の真髄を見つけたかもしれません。いえ、これは絶対に恋ですと思うんですけど。そうなのか？だって毎朝君の作った味噌汁を食べたいってお味噌汁の話だろ。やっぱりそうよね。私もこの男性はお味噌汁が大好きなんだと思うわ。
リコが恋愛小説をたくさん持ってきてくれたんだよ。それで恋に関係していそうなセリフを見つけてみんなで研究しているところなんです。もうただの読書なんて言わせませんから。そうでした、プロデューサーさん。毎朝君の味噌汁を食べたいって恋ですよね。プロポーズって結婚、それって恋以上にすごいことじゃないですか。じゃあこれはどうなんだ。世界中が君の敵になっても僕だけは君の味方だよ。世界中が敵になるって、この女性は一体何をしてしまったんでしょうか。プロデューサー、飾り紐でブローチを作ってみたのですが仕上がりを。あ、つむぎさん。いらっしゃったのですか皆さん。失礼しました。なるほど、そんな苦労が。けど私も恋は未経験ですので、お役に立てるようなことは何も。あの、つむぎさん、私たちの実験台になってくれませんか。こうなったら生身の人間にぶつかっていくしかないと思うんです。それいい考えじゃん。つむぎ、頼むよ。な、この通り。わかりました。よくわかりませんが、とりあえずやってみましょう。じゃあ、私から行きますね。つむぎさん、僕と最後の楽園に行こう。もう、この世界は終わりなんだ。は？え、あの、なんと。あれ？違ったかな。すごく恋だと思ったんですけど。じゃあ次俺な。つむぎ、君のために明日はホームラン打つよ。絶対見ててくれよな。次は私ですね。つむぎさん、君のその美しい髪を永遠に僕のものに。嫌とは言わせないよ。なんなん。つむぎさん、さ、どれが一番恋でしたか。どれがって意味がわからないですし、そもそもどうして皆さん男性のセリフなんでしょう。言われてみれば、ちょっと混乱していたかもしれません。やっぱ恋って難しいんだな。もう何が何だか全然わかんなくなってきた。なんというか、そのこういうことを研究するなら具体的なイメージが必要なのではないでしょうか。そうですね、例えばデートのようなことをしてみるとか。デート？プロデューサー、担当アイドルが困っているのに
力を貸さないなどということは。そっか、最初からプロデューサーに手伝ってもらえばよかったのか。そうですね、プロデューサーの力を借りるのは本意ではないですけど、公演のためですし。プロデューサーさん、私たちを助けると思ってよろしくお願いしますね。プロデューサーとデートをすればきっと何かヒントになるでしょう。頑張ってくださいね。ここは今話題のブックカフェ。はあ、やっぱり素敵。さすがプロデューサーさん。静か、これ見てくれよ、最新版の野球名鑑だぜ。静かはどんな投手が好き？二刀流ってどう思う？スバル、これ手打ちうどんの歴史決定版。スバルはどんなタイプの麺が好き？騎士麺はどう思う？私も早速本を。ここら辺にあるのは、はあ、これずっと絶版になってて、中古でもめったに出回らない幻の SF です。すごい、夢みたい。あ、これも読みたかった本。あれも、それも。もう私ここに住みます。天国はここにありました。はしゃぎすぎでしたか。ブックカフェなんだから静かにしなきゃ。はあ、これは、
なお店を知ってるなんて、やっぱりプロデューサーは大人なんですね。しずかちゃん、プロデューサーさんに大人の包容力を感じたんだね。それってやっぱり恋？違います。これはデートのまねっこですよ。プロデューサーに恋なんてするわけ。でも大人の包容力を感じたのは本当かも。おお、それっていい感じなんじゃないの？なあプロデューサー。よかったとかプロデューサー自分で言わないでください。もう、キラしてて幻想的。お魚がなんだか楽しそうに見えますね。水族館ってドキドキしますね。デートコースでは定番ですけど、普段あまり行かない場所というか。俺デートとかよく分かんなかったから、家で兄ちゃんたちに聞いてみたんだ。そしたらみんなデートはやっぱ水族館って。でも誰と行くんだってしつこくてさ。シアターのみんなとだって言ったらいなくなったけど、何だったんだろう。あ、タコすっげー早い。すごかったタコ、すっげえ墨吐いてたな。なあなあプロデューサーも見た？俺タコって好きなんだ。あ、そういえばカニもいたな。カニもいいよな。俺特にタラバが好きなんだ。あとマグロも泳いでた。かっこいいよなマグロ。すっげーうまいし、俺やっぱマグロが一番好き。え、そうかな。意外。そういえば、うん、新鮮かも。私もスバルさんがお魚を好きだなんて知らなかったし。劇場ではアイドルについてとか学校について話すことが多いから、確かにあまりないかも。俺魚とかって大好きだよ。なんかみんな頑張ってる感じで、あとうまいし。なあプロデューサー、デートってこういうのでいいのかな。なんかちょっと違うような気がしない？そうだよ、だって魚がうまそうみたいな話しかしてないし、それって恋の話とかじゃないじゃん。どうしたらデートになるんだろう。ねえどうしようプロデューサー。プロデューサー、スバルに何かアドバイスしてあげてください。
ロデューサー、静香、ユリコ、せっかくだから前の方で見ようよ。おお、ここまで近づくとなんだか迫力が違いますね。上がってしまったんでしょうか。そうかも。でも濡れなくてよかったわね、スバル。うん、っていうか、あれ、スバル、どうかしたの？なんか今俺変な感じが。なんだこれ、もしかしてこれがキュンってやつ？スバルさん？あー、なんでもない。そうだ、俺ちょっと飲み物買ってくるな。あれから私ちょっと考えて少しだけ分かった気がするんです。要はその恋のこと。温かくて優しくて嬉しい気持ち、それが恋なんじゃないかなって。俺もちょっと分かったかも。なんか胸のとこがあったかくてキュンってなるよな。そう、不思議な感じです。まるでモノクロの世界に色がついたみたいな。おお、それすっげー濃いって感じがするよ。さすがユリコだな。でもあのデートはあくまで疑似体験ですし、本気にしたりするのはダメですから。うん、そうだよね。なんだかちょっと切ないな。本当の恋にはまだ距離があるんだと思う。でもそれでいいの。だって私たちはアイドルなんだもの。そうそう、結構楽しかったけど、俺たちの目標は公演を成功させることだもんな。そうですよね。はあ、いつか私たちも本物の恋をする日が来るのかな。え、いや、ちょっとはずい。でもそういう日も来るのかも、生きてたら。まだ先のことだから、とにかく今は今日の公演を成功させることを考えないと。はい、プロデューサー、もちろんです。プロデューサーさんが恋について一緒に考えてくれたから、私たちこの歌を歌います。うん、そうだよな。今の俺たちならバッチリだぜ。
ろいろはずいこともあったけど、頑張ってよかったな。これが恋の力なんですね。なんてロマンチックなんでしょう。みんな、プロデューサーさん、お疲れ様です。どういたしまして。美咲ちゃんも忙しいし、私だって手伝えるときは手伝いますよ。小鳥の前説、すっげー盛り上がってたな。初恋の話、びっくりしたけど面白かったぜ。やだ、プロデューサーさんまで。もう忘れてください。そんな、私もっとあの話聞きたいです。教えてくれませんか。私も知りたいです。あの、結局その男の子とはどうなったんですか。どうもこうも何もないのよ。ただ突然告白されてびっくりしたってだけで、それからすぐに高木社長に会って。懐かしいな。だから本当に何もないの。でも思い出ってすごく素敵なものだと思うわ。思い出、いつか今日のことも私たちにとって思い出になるのかな。うん、そう思うわ。だからみんなは一日一日を大切に楽しみましょうね。すっげえ、本物の夜空みたい。綺麗だな。私たちの頭の上にはいつもこんなにたくさんの星が輝いてるんですね。星も月もくっきり見えますね。星座が浮かび上がってくるみたいで、今すぐ物語が始まりそう。流れ星だ。願い事しよ。トップアイドルになれますように。トップアイドルになれますように。トップ、スバルさん、口に出したら願い事が無効になっちゃうんじゃ。あ、いっけねー。ユリコ、静か、今のなし。俺の願い事は秘密。でもさっきの願い事なら私たちみんな願ってたんじゃないかな。私は他にもう一つあるけど。え、何？静かってば、何お願いしたの？なあ静か、教えてくれよ。教えない、恥ずかし、じゃなくて願いが無効になっちゃうでしょ。あ、わかった。静かちゃん、いつか素敵な恋ができますようにってお願いしたとか。違います、私は恋なんかしてる時間ないんですから。そう、プロデューサーの言う通り、プラネタリウムなんだから静かにしないと。集中して。話そらしたな。プラネタリウム楽しかったな。プラネタリウムもあんまり来ない場所ですよね。
そういえばプラネタリウムもデートスポットだったかも。月って本当にウサギが持ちついてるのかな。どんなとこなんだろう。いつか行ってみたいな。マジ？プロデューサー、それっていつ頃？俺も月に行ける？私たちがトップアイドルになるのと、月に行けるようになるのと、どっちが早いか競争ですね。ゆり子ったら。でもちょっと面白いかも。月を相手に負けるわけにはいかないものね。じゃあさ、こうしようぜ。この中で一番早くトップアイドルになったやつがご褒美にプロデューサーに月に連れて行ってもらえるの。どう？すごい得点ですね。負けられません。私も負けられないな。絶対一番にトップアイドルになるんだから。